おお、おじさん、よくぞ戻ってきた。おじさんが次のレベルになるには、あと113の経験が必要じゃ。ランドが次のレベルになるには、あと128の経験が必要じゃ。どんなことがあっても、くじけてはいかんぞい。ではまたな、おじさんよ。なかなか声の高いご老人だ。で、犬のアナルをちょっと調べるか。調べて、いや、犬を調べたいんだよ、俺は。くんくん。え？は？あ、え、え？あ、びっくりした。仲間になってる。一瞬画面から消えたからさ。バグが何かかと思った。犬を探してる女の子、お前か？まあ、あなたはもしおじさん様では、いや、こいつじゃないわ。これついてくるってことは多分そうだろう。なんか犬探ししてるやつがいるとかなんじゃないの？なんかそういうイベントがあったような記憶があるぞ。十何年も前の記憶を今読み起こしてるような、そんな感じだ。でも多分だけど、今この状、あ、こっちか、こうか、冴えてんな今日。あ、でもこっちからでも、あ、誰かいる。あれ、ドラゴンクエストのさ、1の方にもこんなのいなかった？カップルでさ、どこにいるんだみたいなさ、やつやってたよね。自分が恥ずかしい。私はオムニの恐ろしさに城から逃げ出したのです。今頃ムーンブークの城は、ああ、舞妓姫。こいつか、やっちまってんな。噛みついていいぞ。んで、ここは？何も見つからなかった。じゃあどうすりゃいいんだ？あの離れ小島にいるジジイも気になるんだけどさ。町の左下の方は行けなさそうか。出ちゃうよね。出ちゃう出ちゃう。これはダメだな。しかもいなくなってるし、なんか町のでも西の方に行けみたいなこと言ってなかった？まあいいや、そう言われると逆の方向に進みたくなる。でもこういう風にさ、なんか正反対の方向に進んだりしてるから時間かかるんだよな。魔術師。一応今回のその収録で目標としては、アイコっていう姫を見つけに行こうかと思うんだけど、ギラーは全体攻撃じゃないんだ、このシリーズで。で、ランドはいや、鎧向かいの方に攻撃させるか。魔術師指4本なんだな、あいつ。人間じゃないっていうことを表してるんだろうな。5本だったら人間っぽくてさ、なんつうんだろう、リアリティに欠けるから指を4本にするっていう、まあ、鳥山明なりのさ、なんというか配慮があったんだろうな、そこにはな。鎧向かでも硬いけどどうにかなれ。ランドが現段階で変える装備がもうないからな。ってなると、まあおじさんを強化するしかないんだけど、魔術師だらけだな、この辺は。もう魔術師と鎧向かでぐらいなのかな、新キャラは。もう鎧ムカデとか、あれだな、懐かしい思い出があるんだけど、ドラゴンクエストモンスターズテリーのワンダーランドっていうゲームがあったんだけど、それでね、鎧ムカデを昔使ってたわ。で、鎧ムカデをデビルアーマーにしてた。なんだっけな、デビルアーマーの配合霊がどんなんだったか覚えてないんだけど、確か鎧ムカデ使った記憶があるんだよ。物質系に悪魔系、悪魔系に物質系とかでデビルアーマー作れたっけ。デビルアーマーの素材に確か、悪魔系に鎧ムカデとかじゃなかったかな。それでデビルアーマー作れたような気するんだけど、全然違ったらちょっとかっこ悪いな。まあ、それで、その鎧ムカデをレベル、うわー、俺死んだかもしんない。鎧ムカデを最大レベルにしてデビルアーマーにして、デビルアーマーもレベル最大にしたっていう、なんか思い出が残ってんだけど、これ怖いな、死ぬんじゃないかな。マンドリルもう出てくんのか。いや、確かに橋渡っちゃったけどさ、やっぱここか、このなんかマングローブっぽい地形の、きっついな、14か。どうにか。やばいな、これ、回復すればよかった。ちょっと、大丈夫かな。
二人とも危ない。ランドに今攻撃来てたけどさ、ちょっとランド自分回復して一体倒せ。オッケーオッケーオッケー、一体倒せばまだどうにかなる。慌てるような時間じゃない。よしよし、ランド回復して。あー恐ろしい、ドラクエモンスターズの話をしている場合じゃないわ。一気にもうアクションゲーム並みに、アクションゲーム並みにちょっと黙るぞ。今 HP5 まで減ってたからマジで危なかった。ね、攻撃でもいっか、多分大丈夫でしょう。いや呪文使えばよかったか。オッケーオッケー、マンドリル倒して、これ攻撃マンドリルの方に攻撃っていう風にランド指示したしてたけど、勝手に鎧ムカデの方にシフトチェンジしてくれるんだね。そこはいいと思う。なんかのさ、ドラクエの別のシリーズだったか他のゲームとかでさ、すでに倒れてるモンスターを倒すっていう指示になってた場合さ、その生きてる他のモンスターに攻撃しないで倒されたモンスターを攻撃するっていうクソな仕様あるじゃん。そういうのやめてほしいよね。で2人とも仲良くレベルアップ。なんかスカラとか覚えないか。あ、キアリか。まあいっか。橋は渡んない方がいい。マジでヒヤヒヤすんな。今最大 HP が何あれなの、50なの。あ、63じゃん。もう一回は使わなくていいか。ちょっと待って、考えさせてくれ、いろいろ。お金が、お金はもうちょっと貯めれば、いい武器防具を買いたいよね。いい武器防具買わないと、この状況で、やってらんねえんだよな。まあ、魔術師程度だったらいいけど、やっぱここか、マンドリル出てきたの。あいつに殺されてさ、泣きわめいたっていう経験のある視聴者、結構多いと思うんだよね。あー、いらねえ。もうちょっと鋼の剣とかそういう役に立ちそうなの落としてくれると非常に良かったんだけど、まあ、おじさん回復させて、ランドって今、一応 HP 減ってたか。ちょっとこれで宿屋泊まって、これ下の方の橋渡ってもマンドリル出んのか、それはちょっと嫌なんだけど、24ゴールでとりあえずコナタとアップして、今いくらよ、なんか2000円とかそれぐらい必要じゃなかったか。今の800円ぐらいじゃ買えないよね。一応話だけ聞くか。1500か、高いな。あーでも鎧を、今の鎧売っていくらになる。片びら売って、あ、これいけるね。片びら売って、鎧を装備する。OK。これで、とりあえずゲームオーバーなっても安心。まあ、本当はもう、預かり屋さんにお金預けてもいいんだけど、まあ、とりあえずいっか、こんなんで。で、下南下していくか。いやー出てきそう、マンドリル出てきそう。うわー出てきた。しかも3匹もか。ちょっと待って、ギラって聞く？ギラで 3匹って書いてるけど、1匹にしか入んないよね。さっき敵が1匹にしか入んなかったから、単体だよな。やっぱ単体か。あーでも1体仕留めた。1体仕留めたらまだワンチャンある。いやー痛え、マジで痛え。ちょっと何度回復。逆におじさんは今そんなにダメージ食らってないもんな。パガネの鎧装備したことによって、ランドが、ランド毎回セルフ回復しないと、きついぞ。いやでも、パガネの鎧変えてよかったわ。あぶねえ。で、残り1体だったら、一気に攻める。OK、これで倒せるでしょ。しかも魔法だから外れないっていうね、そういうメリットもあるしな。ベギラマとか覚えてくれるとすごい助かるんだけど、お金が美味しい。あー、ヒノキの棒売るか。ヒノキの棒売ろう。ヒノキの棒、いやー、どうする。街戻ってきちゃったけどさ、ヒノキの棒売って、売って別にアイテム
として何か買いたいってわけでもないから、金策としてまだ買わない方がいいか、いや敵がもしかしたら何かしらのアイテム落とすかもしれないから、それをね、持ち物いっぱいだったら敵が落としたものとか回収できなくて困るから売ろう。まあ、ゲームオーバーにはならないように気をつけながらやっていけば大丈夫。気持ちの問題だ。コロナウイルスだってそうだよ。コロナウイルスにかからないっていう強い気持ちを持てばかからないんだ。なんかそういう感じの心意気を書いてさ、炎上してた会社あったよな。まあ、ドラキーマかと思ったらタホドラキーか、新顔だ。強いんかね。で、ギラって鎧無かで効く？あ、ワンパンできるね、タホドラキーは。あ、オッケーオッケー。鎧無かでもギラでワンパンできるのは、でかい。で、コロナがさ、その、流行りすぎてて、もうついにね、まあ、俺の住んでる地域でも出始めたんだよね。いや、怖いわ、ほんと。なんか仕事とかも、まあ、必要最小限の範囲で。そうそう、こういう時な。こういう時に宝箱を開けてアイテム回収できないっていうのは良くないから、どっけしそうか。まあ、そりゃそうだよな。コブラだもん。どっけしそう落とすわな。ちょっと、宿やともろうか。でよ、まあ、その仕事もさ、包皮の術をかましてやりて。桃太郎伝説っていう、RPG あんだけど、それで、まあ、村人とかが邪魔で通れない道とかに いたらさ、例えばなんかこのちょうどこの王子の今いる位置に町のモブキャラがいたら宿屋から出られないじゃん。そういう時に包皮の術をブッてかますと、村人が「いやーこれ臭くてたまらんわ」とかって言って、まあ、右上の方とかにフェードアウトしてくんだよ。桃太郎伝説もないつかやりてえよな。プレステ版のやつしかないんだけどさ、面白いよね、あれね。ミニゲームとか好きだったわ。で、タホドラキー倒して、魔法使うの忘れたな。素手じゃ、タホドラキー、素手ってか、攻撃だったら1しかいないからな。魔術師攻撃のギラで、鎧ムカで。おじさんの装備を最強に進むまでは、下手にマンドリルと戦わない方がいいかもしれないよな。で、ワンパンできなかったのか。で、倒して、OK。お金なぁ。500ゴールドぐらい落としてくれると非常に助かるんだけど。いやー橋渡りたくねえなぁ。絶対殺されるかな。お前、まだ出てくんのか、この子に及んで。言葉すげえカミカミなんだけど。で、オオネズミ、オオネズミ全く美味しくねえ。いや、怖いな。ちょっと待って。ちょっと行くか。橋の上ってどっち？なんとも言えねえ。マンドリルの地域なのかどうか分かんなかった。まあ、いっか。で、ギラで、鎧向かで。硬いからな、やっぱ鎧っていう名の通り、まあ、金属でできてるから火には弱い。火で溶けるってことだろうな。んで、できることなら鎧ムカデの B の方に主人公が攻撃してくれると助かったんだけど、今のでランドのギラが意味ないことになっちゃった。あーでも18で倒せることもあんのか。70ゴールド。毎回 HP 全回復の状態じゃないとマンドリルと戦った時マジ怖いからな。マンドリル3が出てきてもランドが見えなくなった。おじさん一人旅。でも微妙にあれだな、濃くなってるよね、体の線が。あー出てきちゃった。オッケーオッケー。一致合体一心同体だよ。あー出てきたか、マンドリル。いや、マンドリルでいいか。眠り攻撃とかしてこないよね、魔術師。痛い。オッケー。魔術師の方が、この組み合わせだったら、優しいからね。
オッケー、先生取って、あ、オッケーオッケー、 HP の節約も兼ねて、うん、ギラはそんなに、あ、おじさんからったらちょっと痛いか。いや、ムーンペター行きたいんだけどさ、これもう前死活問題だよな。この毎回死にかけてさ、ランドレベル7、もう HP 上がってねえからな。あ、100ゴールドか、まだ516、遠すぎないかい。あー、ちょっと待って、宿屋、宿屋戻ろうか。薬草もな、いざという時のために取っておきたいじゃん。なんか洞窟とかで MP が枯渇してどうにもなんなくなった時とかにさ、困らんように。ドラクエの2だっけ、あのなんかルーラの呪文を、なんだっけ、ラナルータだっけ、ランルータじゃねえか、なんかルーラの街みたいなのなかったっけ、あれドラクエ5か、ルーラ覚えるのって。なんかね、部屋の真ん中あたりに、部屋ってか村の真ん中あたりに魔道士の家みたいのがあって、そこでなんかルーラの研究みたいのをしてる人がいて、なんか覚えるみたいな、そういうイベントあったのってドラクエ5だったっけ。どのシリーズのドラクエだったか覚えてないんだよな。一応7ぐらいまではプレイしてるんだけどさ、魔術師ヒノキロボでしょ、うん、命の木の実とかそういうの落としてくれるとよかったんだけどね。ヒノキの棒はな、まあ金策、多少はね金策になるんだけど、いやもうゲームオーバー覚悟で突っ込むか下の方に。先にさ、なんだっけ、マイコだっけ、仲間にした方がいいか、南に行って西に行けみたいなこと言ってたよね。うーわ、いっぱい現れたな、大丈夫か。タコドラキ燃やすか。あいつ火効くかな、効く、あ、オッケーオッケー、あいつもキラー使うのか。いやでもマンドリーに比べたら全然だわ。今打撃1しか食らんかったよな。呪文でちょ MP 節約したいな。打撃が今ランドに対しても1しか入んなかったよね。あー、3食らってるか。いや、それでも全然いいわ。マンドリルと比べたら、マンドリルってあいつ脳筋タイプだからさ、魔法なんて使えないじゃん。ってことは毎回物理でぶん殴ってくるからさ、もうでかいダメージが約束されてるんだよ。それと比べればね、全然リザードフライは攻撃と魔法っていう選択肢がある分マシだわ。そろそろお城見えてきてくんで、ルート助かるんだけど、下にないか。オッケー、誰かいんのかな。うわー、なんか強い敵、あー、鎧ムカデか。まあいいや、鎧ムカデならワンチャン。これムーンペタの城だけど、あー、なんで俺ランドで攻撃してんだ。ムーンペタだけどさ、あいついんの、マイコ。こんな毒の沼地に囲まれたような城にあいつがまだいるんだったら、ちょっとそれはそれでドン引きなんだけどさ、もう別の地域に移り住んでてもおかしくないと思うんだよね。こんな荒れ果てた土地でさ、一人で生活するにしてもさ、生活するにしても食べ物とかも何もないだろう。なんか缶詰とかしかないんじゃないの、備蓄されてる食べ物って。この時代に缶詰があるのかも甚だ疑問ではあるんだけど、そういうような生活を余儀なくされてんだろうな。さあ、どうなってる、廃墟じゃん。敵出てきたりするんじゃないの。敵出てくんのかな。うわー、なんか亡霊みたいのいる。お前迷子か。うわー、敵出てくんのか。ナイトウィプスとか。うわー、リビング、うわー、最悪、いきなり襲ってくんな。あー、しかもマヌンの、お前マヌるのか。いやー、マヌるのも勘弁してほしいんだよな。これ攻撃 HP 高いけど防御そんな高くないよね。だったら普通に MP 節約でぶん殴った方がいいわ。あ、身を守ってくれたりもするんだ。ありがたい、ありがたい。まあ、マヌらなければとりあえずいいんだけど、マヌーサってこの時って、ターン経過で解消されるっけ。ああ、今度いいね。2体ぐらいずっと引きこもってくれれば助かるんだけど。いいぞ、おじさん。C は攻撃してんの？あ、C も攻撃してるから、身守ってないか。身守ってない状態で20ぐらいのダメージ入ってんのかな。で、このヘボ王子も2
2桁に近いダメージを与えてくれてるから、そこそこ優秀。まああとは普通に何事もなく平穏無事に終わるのを祈りながら戦闘を眺めていこうか。マヌーサ全然打ってこないよな。1回ぐらいしかマヌーサ唱える MP 持ってないのかな。敵もこのシリーズでは MP が枯渇するタイプなのか。でここら辺でくたばってくれると助かったんだけど、まだもうちょっと HP あるね。お金どんぐらいもらえるんだろう。え、長くね？ A の体力どんだけあるんだよ。さすがにこのターンでいけるでしょ。 OKOK、160の100ゴールド。うわぁ、ハーゴンだ、ハーゴンの軍団が攻めてきた、助けてくれ。だからどうしたっつんだよ。薬草使うか。薬草を、全然 HP 回復しねえな。まあこんなんでいっか。ちょっともうちょっと情報、情報の収集もしたいな。あ、でもお城そんな広くないね。わしはムーンブルコーの魂じゃ。もうちょっとあれが王様っぽい声ですか。うわ娘、マイコは呪いをかけられ、犬にされた、という、口惜しや。じゃああれか、あのついてきた、こっちの画面にアナル見せてたあのついてきた犬がマイコってこと。じゃあこの犬の呪いを解く方法が、あれか、教会で呪いを解く治療みたいのってあるんじゃない。それ使えばあの犬人間に戻るとかだといいんだけど、ギラ使いたくねえんだよな。 MP 無駄に消費するからさ。いやでもマイクを早く仲間にしたい。3人いた方が壁として活躍 してくれるからさ、早を3人パーティーにしたいんだよな。今回のパートでは無理かもしんないけど、次のパートでは多分いけるでしょう。いやでも犬のあれかな、犬直すのを単純に教会で呪いを解くとかでできるとかだったら、次のパートでマイコ仲間にできると思うんだけど、そうじゃなくてなんかもっと他の方法で呪い解かなきゃいけないとかだったらまだ時間かかりそうだよね。空っぽか。ね、ランド使うか。これで一回回復させて、MP を温存。空っぽか。お城はそんな広くないね。ここから東の地4つの橋が見えるところに小さな沼地があるという。東の地4つの橋が見えるところ。あの橋いっぱいあったマングローブみたいな地帯のことかな。4つの橋が見えるところに小さな沼地。そこにラーの鏡が、これを誰かに伝えるまで私は死にきれんのだ。オッケーオッケー。わかった。そのラーの鏡ってあれだよね。ドラクエ6とかでも出てきてたけど、2の時代でも出てきてたのか。あれ、1の時ってラーの鏡あったっけ。まあ、真実を映す鏡で、そのラーの鏡を使って、まあ、あの、犬にそのラーの鏡を見せたらマイクになるっちゅうことだろうね、きっとね。沼地ね。うん。4つの橋が見える。東側にある4つの足が見えるところに小さな沼地、そこのラーの鏡を取るっていうのがミッション。ちょっとぐるっと回るか、このお城の周りを。うわ、ナイトウィプスみたいなの出てきた。スモーク。スモークは大佐。5体か、多いんだよな。毒食らわしてくるキングコブラを優先的に倒した方がいいか。何度はリビングデッド攻撃いいんじゃないか。ワンパンでキングコブラは仕留められるから。問題はスモークが何使ってくるかだ。あ、マホトーンか。おじさんは別にいいんだけど、ランドに、まあランドもまあいっか。リビングデッドに物理で攻撃し続ければいいしな。薬草も何個かまだ持ってるし。まあ、この試合もそんなに苦戦することなく倒せるか。なるべく HP は温存しておきたいんだけど、スモーク倒すか。スモークも、あ、OKOK。会心だったらワンパン間違いないでしょ。OK。まあでも HP が高い分、リビングデッドの方に会心の一撃繰り出してくれていれば、それはそれでバンバン剤だったんだけど、まあそううまくはいかないさ。そろそろ OK、一体閉めた。まあ、あともうただの
死体だよこいつ。リビングデッド、生ける死体。リビングデッドもこれあれだよな、シリーズによっては腐った死体の方が先でさ、その次にリビングデッドとか出てきて、おおじさん会心いいね。会心は何、素早さとかに依存してんのかな。リビングデッドと、まあ、なんだっけ、腐った死体、リビングデッド、グール、毒毒ゾンビっていうあれだよな、シリーズだよね。ドラクエの、あ、なんだっけな、名前出てこねえや。トルネコの大冒険では腐った死体、リビングデッド、グール、毒毒ゾンビっていう順番なんだよ、強化される順番。でも攻撃で OK でしょ。いや早くな、ブーメランとかそういう全体攻撃できるものがね手に入ってくれればこの冒険もすごい楽になるんだけど、マヌさー幻に包まれたか。うん、まあおじさんがな、おじさんがマヌルンだったらちょっとあれだけど、まあランドだったら正直攻撃してもしなくてもそんなに変わんないから、マヌさかかってても別にいいっちゃいいんだよな。まあ、よくはないって感じなんだけどね。まあ、今のところってもあれだな、ドラクエ2のマヌーサってそんなに、ま、あ、うえ、マジか、やらかしたな、うーわやらかしたな。ちょっと待ってくれ、これさ死んでる仲間からさ、え、なんでこんな俺今 HP そんなに一気に減らされてたか。死にやがったー、あいつでも現段階で装備ないんだもんな、一番装備できる最強の装備させてて死んでるんだもんな。ほんとどうしようもねえわ、もうちょっとな、ハッサンみたいなやつが仲間になっててくれてれば楽だったんだけど。ちょっとあれ、死んだ仲間から道具って移行させられんの？死んだ仲間から道具移すことできなかったらかなり厳しいものがあるんだけど、だってもう薬草のほとんどをさ、ランドが持ってる状態じゃん。身の守り上がってくれんのは助かるんだけど、これできる？渡すってできる？渡すってあった今。棺から取り出したってこういう風にやるんだ。強さは？強さってか、65か。1個使うか。これってさ、さすがになんもないか。あ、え、ダメージ食らってない？あ、え、ダメ、あ、ダメージ食らってるわ。食らってないかと思ったんだけど、食らってる。一周したよね、なんもないね、もうなんもないから出よう。出てすぐに戻ろう、町にとりあえず戻してよみがらせよう。一人旅はマジで危険だわ。マンドリルが3体ぐらい出てきたら、待て、そのこと考えろ。マンドリルが3体出てきたことのこと考えて、逃げるか失敗してもいいように薬草を3つぐらい持たせて、マンドリル戦うべきかな。まあこいつらならどうにかなるでしょう。魔術師ギラがやばいからとりあえず魔術師倒して、ホドラキも痛くない、ヨルムどっちも痛くないわ。ホドラキ先に倒すか、こいつがもしかしたらなんか魔法使えるかもしれないから先に仕留めておいた方がいい。鎧ムカデは脳筋タイプだから大丈夫、硬いだけだこいつは。いまだにな、おじさんが、おじさんは20ぐらいリビングデッドに入るんだけどさ、でランドが9ぐらいしか入んないけど、鎧ムカデにおじさん16入るんだったら鎧ムカデにも4ぐらい入っていいと思うんだけど、その辺の逃げるかどうする。いや、リザードフライ倒して、いや、いけるっしょ。いける。今はギラー使えるリザードフライの方が、あれだから、そうそう、これでダメージ結構食らうから、先にリザードフライを仕留める。オッケー。で、次、一回薬草使おう。薬草使って回復させれば、危ねえ、薬草移行させといてよかった。だとしてもきついんだよな。
待って、薬草2個使う上。大丈夫か。まずいな、結構まずいな。 A 倒してこれで A 仕留めたで。でここで薬草、やっぱ一人きついな、戦わなくてもよかったな。会心で、うん、そんなうまい話はないよね。逆にこれ以降の戦闘をもう逃げるしかできない。俺街は見えてるんだけどすっげえ入り組んでて遠いんだよ。頼む、出ないで、出ないで、お願い、出ないで。オッケー、怖かった。ふぅ、玉ヒュン、一応ゲームオーバーにはなってないからな今のところ。あー、リビングデッドが思いのか強かった。オッケー、生き返らせて。お布施140か、高いな。いや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 、本当にな、しんどい戦いだったよ。うんで、宿屋泊まるかとりあえず。これランド HP、MP 全回復してんのか。まあでもおじさんがな、HP 減ってる分、一回宿屋で一泊して、あとは薬草を補充して、ラーの鏡を取りに行くと、そういうことだ。いやー、ほんとな、ドラクエって難しいよね。ワン、ツー難しいよね。他のシリーズはそんなに難しくはないんだけど、道具屋で、待って、なんかアイテム売れるよな。ヒノキの棒売って、15ゴールドか、まあ、捨てるぐらいだったら売った方がまだましだ。で、薬草を、おじさんにしこたま持たせるか、とりあえず。おじさんに最大限まで、お金が1111で、ゾロ目だ。あ、なんか福引きもらったな。福引きもせっかくだからやっていこうか。で、もう毒消しって正直いらないよね。毒食らう要素がそんなにないし、キアリー使えるし、別にって感じだよな。HP 減る要素の方が、割合としては圧倒的にね、圧倒的に高いから、あ？待って、もう二人とも福引券持ってんのか。あー、よし、じゃあ、回すか。回していくか、回して、福引券。福引きするぜ。福引きについての説明聞くわよ、わかんないから。福引きの機械が回転を始めたらボタンを押して止めてください。何これ、太陽印が3つ揃うと1等ゴールドカードが当たります。おお、いいね、欲しいな、ゴールドカード。星印3つで2等祈りの指輪です。あ、これもいいね、 MP 回復するやつでしょう。その他いろいろ商品を用意しております。では福引きを始めましょう。オッケー、回していくか、回して。